デイノニクスは、白秋前期の北、アメリカに生息した竜番メドロマヨサウルス科の代表的な肉食恐竜。本種の命名に伴う論争が恐竜ルネサンスとして世界的な変革を促した。人間との大きさ比較発掘された化石から全長3.5メートル前後、体重100キログラム前後とされている。 二足歩行で尾は細く強やかな作りだった。15センチメートルに及ぶ後足の第二子の大きな鋭いカギ爪が特徴。半月状の手根骨を持っているため前足の手首の可動範囲が他の恐竜よりも広かった。恐竜の中では大きな脳を持ち高い知能を持ち合わせていた可能性がある。また集団で発掘されることが多いことから、 群れを作り行動する凶暴な捕食者だったと考えられている。骨格から貧瘡に動き回っていたと推測されている。本種に襲われたと見られる植物食恐竜テノントサウルスの化石が発掘されていることから、時には自分より大きな獲物にも襲いかかったと考えられている。発達した第二種の鍵詰めは、死骨と剣の働きにより猫科の四つに爪を出し入れ、 できた。かつてカギ爪は、構造から考えると肉を切り裂くことは難しく、主に一つ用の武器だとされてきた。だが最近では、カギ爪の断面が調べ直され、さらに角質構造の再確認が行われた結果、シックルクローは獲物へで傷を与える役割があった。可能性が高い。1964年に古生物学者、ジョン・オストロムにより発見された。 オストロムは、このような活発な動きをするには、恐竜が、温血動物ではないと無理だと考え、恐竜温血説を唱えるきっかけとなった。これが、恐竜ルネサンスのきっかけとなる。その後の羽毛恐竜の発見に伴い、最近では本種にも、羽毛を生やした復元が、一般的となっている。発見時に、大型長脚類のテノントサウルスと一緒に掘り出された。 このことからデーノニクスは、社会性を持ち、協力して、集団攻撃を行っていた可能性がある。しかし集団攻撃後には不可解な点もあるため、狩りと同時にともぐい、競争排除が起きていた可能性が指摘されているまた、デーノニクスに限らず、ドロマエオサウルス類はその脳の大きさから、一般的な恐竜よりも知能が高かったと推測されるが、 脳の大部分が高い身体能力の制御のためであり、知能とは無関係であるとする説もある。日本語ではディノニクスと表記される場合があるが、言語、英語、ローマ字読みのいずれにおいても、そのように発音することはないため、金綴りの類似による動きである。ライフレストレーション成熟した個体の化石をもとに、デノニクスの体格が導き出された。 本種の全長は約3.5メートル、頭蓋長は約40センチメートル、体高は約90センチメートル、体重は約100キログラムと推定されている。この数値は最大級のユタラプトルには及ばずとも、ドロマエオサウルス類の中では大型の部類に入ることを意味する。発見当初ストロムは本種の頭骨がバラケ気味だったため、アロサウルスを参考に三角形で、 幅広の頭部を復元した。これは発表時のバッカーのイラストに使われた復元である。しかし三次元的で歪み、欠損の少ない化石が後に発見され、実際にはオストロムの推測より光害が丸みを帯び、鼻先はより狭まっていることが判明した。これは恐竜博2019で展示されたレプリカの形である。頬骨が広く広がっていたおかげで、 本種は立体詩が得意だった。これは逃げる獲物を捕捉する際に非常に役立つ。デーノニクスとベロキラプトルの頭蓋骨を比較すると大きな差異が認められる。例えば内鼻孔の状態が全く違っていた。一方で、ドロマヨサウルスと比較した場合、頑丈な頭蓋骨がよく似ていた。空洞の配置、数は、重脚類の基本的にのっとっている。 頭蓋骨と下顎の両方に空洞があり、頭部の重量を軽減する効果があった。眼下と鼻孔の中間に開いた全眼下窓の開口部は他の穴に比べて特に大きい。顎に並ぶナイフ状の短い刃はほとんどが同じ長さで生え揃っていた。これは肉食性の重脚類としては珍しい。デイノニクスは2005年に工合力の推定値が 生態力学的に算出された。その研究によると、本種の咬合力は、アリゲーターの咬合力の15%しかなかったと、された。アリゲーターの咬合力を 6000N と仮定すると、デーノニクスは、約 900N の咬合力を持っていたことになる。この数値は、シェパードのような大型犬と近い。ところが別の研究者によって、 全く異なる数値が導き出されている。こちらの研究では、テノントサウルスの化石に残された本種の紙傷を手がかりに、彼らの交互力を直接導き出した。結果は 4100N8200N で、結果は前述の生態力学による数値よりも、はるかに強力だった。この数値は、アリゲーターやハイエナの記録に匹敵している。また、 成熟したデーノニックスが大型生物の骨にすら明確な傷を残していたことからも本種の潜在的な工合力の高さが伺える。しかし研究者は骨を頻繁にこうじっていたわけでない。としている。研究者のジグナックの推測によれば本種の顎は直接的な接触よりもライバルとの戦闘、防御や狩りの際に獲物を拘束するといった役割が 強いと考えられてる。また本種が獲物を解体するときには、骨や硬い部位を避けて柔らかい内臓などを切り取って食べていた可能性が高いと考えられている。デイノニクスの前足には3本の鋭い鍵詰爪が生えていた。さながら手のように機能する前手は、第1子が最も短く、第2子が最も長かった。第3子は、 全体的に細く湾曲気味である。これらは、獲物や外敵との戦闘や、木登りの補助に使われたと考えられている。半月状の主根骨を持っているため前足の手首の可動範囲が広く、他の恐竜よりも自由に動かせた。こうした手首は、現在の鳥類と共通している。なお、前腕の鍵ギ爪を狩りに使った、メガラプトル類の腕も同様に、 可動範囲が広かった。多くの金園種の前腕に、羽毛で構成された翼、もしくは翼の痕跡が残されていたことを踏まえると、デーノニクスを含むドロマエオサウルス類には、揃って前肢に複雑な羽毛による翼が備わっていたと考えられている。コペンハーゲンの博物館にて展示されている、デーノニクスの足のギ爪の模型後ろ足の発達した第二肢のギ爪は、 大きさ、形状が特殊だった。この爪は、専門用語で、シックルクロウと呼ばれている。シックルクロウは、四骨と剣の働きにより、猫科動物の爪のように出し入れが自由自在だった。これによりデイノニクスは、シックルクロウを収めたまま大地を駆け回ることが可能で、爪の本来の用途を損ねずに済んだ。本種の種小妙アンティルロプスは、 釣り合いの取れたという意味を持つ。これは、尻尾が素早く動く際に、バランサーとして機能していた可能性が高いことから、名付けられた。手たぬらした目に共通する特徴として、彼らの尻尾は、国家圏が絡み合うことでしなるような動きを、実現していた。そして、デーノニクスは、剣と、オシーなどの融合をさらに推し進め、結果的に竹竿のような極端に、 細長い尻尾を進化させている。このように、一見すると固く引き締められているように思える。尻尾でも、実際には、多少なりともの男性や、左右にくねらせる、可動性があったことが、近縁種のベロキラプトルの三上化石より、判明している。現在までに、デーノニクスの皮膚について直接的な証拠は、見つかっていない。 だが本種を内包するドロマエオサウルスカ、ひいては非鳥類型獣脚類の多くに原羽毛、羽毛の存在が確認されている。例えばデーノニクスよりも、基盤的なドロマエオサウルスカのミクロラプトルには、原羽毛どころか原生鳥類のような生羽根が生えて、おり、それらが前腕、後ろ足、尻尾に確認されている。またデノニクスよりも後の時代を生きたベロキラプトルや、 ダコタラプトルからも尺骨にウジクリュウが発見された。このウジクリュウは原生鳥類でも羽の起点となっている。そして、後者2種の系統位置はミクロラプトルよりもデーノニクスに近いため、デーノニクスも同様の羽毛に全身を包んでいた可能性が非常に高い。なお羽毛を持っていたことは本種が活動的な高温動物だったことを示唆している。 2000年に興味深い標本が見つかり、本種の卵の構造、映像、繁殖について、他の獣脚類と比較が可能になった、見つかった卵を解析すると、これが獣脚類の卵だと判明し、さらに、マニュラプトル型類でも、トロードン化に近い種の卵だとされた。卵はひどく潰れて破損していたため、正確な大きさを計測することは叶なわなかった。 だが七八の卵と似ていた可能性が高い。2018年にノール、ヤング、ウィメンラによって発表された研究では、デイノニクスがカムフラージュ効果を持った青い卵を産み、そしてダチョウのような開けた巣を作っていた可能性が高いとされている。この研究では、デノニクスと他の恐竜が捕食者の識別能力や被食者の隠蔽基準への適応として、 こういった点を進化させていたとしている。このような適応は、原生鳥類の卵の色や、模様の起源を表していることを示している。本種を命名したオストロムは、鎌のような爪を斬撃に適した武器として発見し、これを受けた一部の研究者は、シックルクロウが大型のケラトップス類を切り裂くのに、使われたとさえ提案した。なお2020年までに、 大型のケラトプス類がデーノニクスと同じ地層から産出したという報告はない。代わりに一体には大型の竜脚類や大型長脚類が生息していた。しかし研究が進むにつれたの研究者はシックルクロウを斬撃を目的とした武器ではなく、一つを目的とした武器だと主張した。2005年にフィルマニングとその同僚は、 デノニクスやベロキラプトルの解剖学的特徴を抑えた油圧式ロボットと成功な爪のレプリカを使用し大規模な再現実験を行った。この実験では豚の表皮のついた肉塊には浅い刺し傷が残るに、止まりワニの外皮には大きな傷が残らなかった。これを踏まえマニングラはシックルクローが 一つ用の武器、もしくはロッククライミングや木登りに使われていた可能性が高いとした。これにより一時期は一つ戦術が本種の狩猟方法とされた。だが最近ではシックルクロウの断面が調べ直され、さらに角質構造の再確認が行われた結果、この武器が斬撃を主な目的としていた可能性が高まっている。 断面が内側面が薄い波状になっているため、シックルクロウを突き刺した後に体重をかける、もしくは足を蹴り出すことで、獲物へ深い裂傷を残すことが可能だった。角質は抹節骨を覆っていたため、シックルクロウの長さと鋭利さが底上げされていた。この角質の存在は2005年の再現実験において無視されてしまった。エミリー・ウィ・ロビー。 エスインタープリテーションオブ、エーデーノニクスプレイングオンエー、ゼフィルサウルスインマナーサ s ェステッドバイ、フ u g g e s t e d by f o w l e は当時よく繁栄しており一体のテノントサウルスのような植物食動物を餌食とする優れた捕食動物であった。だが同地域同時代にはより巨大なアクロカントサウルスが生息していたためデーノニクスは二番手とならざるを得なかった。 また2011年には、クローバリー層からも基盤的なティラノサウルス類の歯が見つかっている。当時のティラノサウルス類はデーノニクスに近しい体格だったため、互いのニッチは被っていたことが予想される。ありがとうございます。